続いて4番のブーレも練習してみます。これ実際はかなり早いんですけど、ちょっと今日はかなりゆっくりいってみます。これ結構難しいですね。
というような感じですね。これ昔ちょっと練習したはずなんですけど、書き込みは何もないレベルです。まあなんとなく弾いてみて、あこんな感じなんだなっていうので終わったやつですね。まあなのでほとんどゼロからって感じですが、さっきのよりも曲をよく知っています。とりあえず、やっていきます。これ最初からもう難所ですよね。この順番通りに来る3度っていうのは意外と単純なようで弾きにくいので、ちょっと注意してやります。そうで結構これスタッカートとかアーティキュレーションが、歯切れがいいので指使いも、ポジションごとにどんどん移動していくような指を、選んでいくことになるかなと思います。この5-4のまま移るとか、この幅の3度は 5-3 で取りたいんですけど、これを弾くときにこれが3だとちょっときついので、これは 5-4 の方を広げる方向で処理をしたいと思います。これも 3-1 にしてもいいんですけど、2-1 の方が、つまりこれ 3-1 で弾いてしまうと次にこれ弾いた時にまた3が使われるので、基本的にこの 1-2 と、まあ、3-4-5 っていうのはなんとなく分離しているような感覚で弾きたいですね。なのでこれ2にします。そう、これが後半の時にはこれ 1-3 になってたんですけど、この前半の時は 2-4-2-4 になってますね。2種類できた方がいいと思うので、これは、この指使いの違いを一旦尊重します。4分音符8分音符のこれはスタッカートはないですね、多分ね。すごく微妙な印刷なんですけど多分ないですね。次の、変わった時四分音符になったりしてるので、これあんまりサンサンスの場合軽いイメージじゃなく書いてるのかなという気はします。あ、こっちか。個人的にはこの指が弾きやすいんですけど、3-2-2-4、そうですね、3-2-4-2-5-3-5-2が弾きやすいんですけど、この指使い的には4-2-5-3-5-4が要求されてますね。そうするとちょっとこのここからここに来るときにこの2度の間4-2で取るの窮屈に感じるんですけど、まあ、実際音取れてるんですけど、音は離れてるんですけど、ポジション的に空間でそれ感じてるのでちょっと気持ち悪い気はしますが、そう感じないぐらいにこれをちゃんと切り替えればいいんですね、多分ね。これも同じ理由で、5-4で弾きます。それからポジション的には2-1の方が楽なんですけど、このイントネーションを優先したいので1-2を厳守して下を5-4のままでいきたいと思います。この指だったら一応届くんですけど、ここアクセントもついているので、あまりこのギリギリの感じで緩い音にしたくないので、ここは思い切ってアルペジオにしてしまいます。
ういう時に、真ん中の音を2にするか3にするかっていうのは結構慎重に考えた方がいい問題ですね。2から3にして3を守ったまま来て、その後に2に変わっているというような感じです。そうで、ここなんですけど、さっきこの流れのままこれで弾いていたら、これがすごく弾きにくかったので途中でこれに変えたんですけど、まあ、この指の方がいいですね、弾き心地はね。で、ここもこの2と4で2度を取るっていうパターンですねになっていて、ちょっとこれ気持ち悪いので、本当はこれ3-1-4-2-1でいきたいんですけど、この2と4を縮めたりとか開いたりっていうのも、まあ、一ついい練習にはなるので、それでいこうかなとは思うんですよね。で、この後半の方になった時にはこれが3-1-3-2-1でまた全然違う指になってるので、ちょっとそれは弾き分けの練習だと思って、これその通りに取っていきます。この4から2-4これでいきますね、前半は。こういうところはスタッカートなので、変に5-4とかやってしまうとこれが甘くなるので、5でいきます。多分今ちょっと移動に無理があるので、何変えたかっていうと、上の方に上がった時の手首の曲がり具合を変えました。それからこの時には1回目から2に飛んでいた方がどうやら弾きやすそうな感じがするので、ちょっとこれに一旦変えます。2-1でジャンプをしますね。
感じでいけると思います。ここからノンレガートですね。ポジションで変えます。どうしようかな。これは多分やりにくいんですよね。ちょっとここは、同じ指で強行した方がやりやすそうなので、それでいきましょう。ここまで2でいて、これも同じこの幅ですけど3で取って、これも2でいて、であとは書いてあるのでやってみますね。5と3を縮める指っていうのも、ここは尊重してあります。そう、ここちょっと特別な指が書いてありますね。このバランスを取る練習で、ここは3で、そうですね。出したい音の方を、深く、弾きがちなんですけど、特にこの親指の時ですね、この時に出したい音の方を深く弾こうとすると、出したい音が、鍵盤下がった状態から押すことになるので、鳴りにくい場合が多いですね。なのでむしろ逆に出したい音の方が上がるように押した方が、聞こえる場合があります。これもちょっと強行しますね、このやつね。そう、ここは、前半が、跳躍が入っただけなので指はほとんど同じです。さっきと同じような、こういうところが黒鍵の1の指どんどん持ってきた方がいいですね。ほとんどこれ順番通りでいきます。下が9分になって、これ1連続で、さっき当たり前にこれで弾いちゃいましたけど、これもありえますね。Thank you.
後半の方は形が違うので、まあ1では当たり前ですかね。ノンレガートなんでこれでもいけますが、やっぱり1の方が自然だと思いますので、これはこの指でいきます。その後は2をどこに使ってどこから1だけにするかっていうところがまあ問題です。ほとんどさっき弾いてみた感じだとあんまり困らなかったので、そのままいって大丈夫かなと思うんですけど、注意のポイントです。これ3とかにしちゃった方がまあ弾くのは弾きやすいのはまあ間違いないと思うんですが、まあ、あえて4でやりますね。そう、この辺からは結構アンプしてないときついんじゃないかなという場所ですね。そんなに困らないんですけどね。基本的には中は 2-3 で、ここも 2-3 でいいと思います。この1を普通は 5-4 で取りますけど、でもこれは5と近いと弾きにくいので3にしていますね。ここは2を使った方が楽そう。私の手だと1位です。ここからまた、ちょっとアンプしてないときつい。3-2でいける感じですかね。で、この戻ってくるところが、この時にこれ2使いたいんですけど、この幅結構広く感じますね。この瞬間のこの2の移動が意外とある感じが今したんですけど、4の方が楽ですね。こっちは、さっきここあえて3使ったと思うんですが、どうしようかなということですね。
これはちょっと4にして統一感を優先してみようかな。ほぼそのままですね。間の幅が3度から4度に変わった時に23から24に変わって、これもアーの音を4で弾いてるので、これは3のまま来ます。でその後1にした方が距離は短くなるんですけど、ここで一回閉じて新しく弾きたいので、これは5で終わっておきます。ここは指使い違うところですね。ここ特に書いてないですけど、さっきと同じにするので3と4ですね。1-1 もそうなんですけど、この5-2が急に狭くなるっていうのはちょっとこっちのがやりにくいところですね。ここは前のポジション変えて3-2-1。四分音符、さっきのところも、後半は四分音符になっていますね。でこれ2声にするためにペダルでオクターブを伸ばすように書いてあります。これ普通このポジションっていうのは、この配置というのは531で取るんですけど、
今回左手だけで弾いているので531と541で1回考えました。541の方が角度が緩くて済むのでその方がいいかと思ったんですけど、まあ、531の方が弾きやすかったですね。なのでこっちにします。ただグッとやるとちょっと危ないのでちょっとここ要注意ですね。ここがさっきと、違って1にしないと次が困ると。アーティキュレーションのために最後4号ではなくて3号で取ります。さっきと同じで2、4で取ってしまう。だったら1の方が心地よくは感じますね。ただ1ばかりになるのでちょっとここはあえて2にしてみます。弾きにくかったら1に変えるかもしれないです。とかでくぐる時のような移動をすれば済みますね。そう、このサンサンスの下りの指を見ると、ここまでは1が使われているんですよね。もし自分で指決めるとしたらこれ2使いたくなるんですけど、ここは3三数が1をたくさん使うように書いてるので、まあ、それを逆に考えるとさっきのところは、まあ、これ1の方がいいのかなとも思いますね。やっぱり1にしましょう。最初との統一よりも変化があるところで弾きやすくなる指に変えてみました。一瞬3とかに切り替えた方がアンテナの指をですね、こんな感じでやった方がもしかしたら親指は出やすいかもしれないので、早くした時にどうしても無理そうだったらちょっとそれも考えます。という感じですかね。これもちょっとまたやっていきたいと思います。じゃあ今日はここまでです。